今日まで来ててよかった。笑いした。なんて素敵な世界だろう。ちょっと待ってね。これが幸せ。本当だね。確かにちょうど、確かにすぎる。ちょうど来週のこの時間はオンエアが始まる感じですね。確かにな。ほんまやな。やばいですね。マジか。始まるね、ほんとに。タタタラタタラタタタラタタラタタラタタタタラタタラタタタ。ありがとうございます。チュルチュルチュチュルチュチュルチュルチュル。ちょっと待ってね、一瞬じゃあお茶だけ飲ませてもらいます。お茶だけ飲んで今日は編集をしたいなという気持ちです。来週の今頃には確かにオリックスも開幕してますね。てるてるててるててるてて。でこのね、今日セラ見に行ってんけどさ、この髪型どう思う？お団子ちゃんね。特 A さん番組のホームページ見ました。嬉しい嬉しいです。こんばんは。皆さんぜひ、そうそう、ホームページも見てくださいよ。楽しみにしてくれてるということですか。つまりそれは嬉しい。ちょっとお茶だけ飲むね。よいしょ。頑張りマルティ、動き出すんだマルティ。もうちょっと今日はバタバタがしちゃって今ぼっとしてました。始めますか。じゃあ今日は久しぶりに京セラドームに行ってきましたよ。イエーイ。それと宣伝したいから、この配信、どう思いますか。徳永さん、来週はオンエア前後ですかね。オンエアの前後にやろうかなと。まあわかんない、配信は逆にもっと早い時間にやって、インスタライブとかなんかいろんな人が見てもらいやすいとこでやろうかなとか思ってますけど、ね、あー疲れましたね。こんばんは。よいしょ。こんばんは皆さん。
はい、こんばんは。一番年下感あったのおもろい。一番年上ですからね。こんばんは。疲れたね、マジで。今日も一日お疲れ様です。ヴァンパイア、つかさ、アワー、松村さん、キャズエビ、コンサ、マロンイヌ、ミャンミャンミャン、マキタケシ、ヤスノリ、ツキヒロ、アリスガワ、ユキさん、アサカゴー、ハッチン、エマルンピ、マロンイヌ、サクラ、ケンザブロさん、ゴドネ、マキタケシもサクラ、ありがとう。ゴドネ、ウニウニ、ヴァンパイア、ダルワ、ありがとう。ほぉ、アッシュ、ユウヤくん、サササ、青春ドリンク聞いたらいいね、毛布。アリスガバハートありがとう。ゴドネネジありがとう。マロイヌシューティングスターありがとう。ツキヒロダンゴちゃんありがとう。ヴァンパイアハートありがとう。松村さんダルマありがとう。ヨッシーパパ、ツキヒロミャーミャーミャー、おダンゴありがとう。松村さんダルマありがとう。カーズこんばんは。ユウキさん、ツキヒロサクラありがとう。ツキヒログーグーありがとう。ドンちゃん、ホクペンさん、ユウヤくん、サクラありがとう。ひろふみさん、ベルモット、二度目ましてか、徳江さん、ひろふみ、ももいな、すーさん、どんちゃん、さくらありがとう、つかさ、おだんごありがとう、らくろうさん、角原くん、道島無敵さん、埼玉から帰ってきた、ああそういうこと、とも、さくらありがとう、なべちゃん、よしーパパ、道島無敵ハートありがとう、今日登板して、ありがとう、完璧な調整やろ、ありがとうな。とも誰もありがとう。ゆず太郎、京セラ行きます、いいね。コンサ、竹銭、英作、ゆうな、カスタネット、西川選手の演歌ね、てか西川選手のあのプレイして、まあキャンプでは見たんだけど、京セラで私初めて見たから嬉しかったです。とも、どんぐり、でそれよりホイサーの声が、女の子の声が多くて嬉しかったな。どんぐり、高見、太田選手は覚えてない、覚えなきゃなと思いながら今日聞いてた。石優也こんばんは。あーそうだよ、メロンソーダ今シーズン始まったから、ほんほんほん、そうだね。な、今日はそのオリックスの試合に行く前に、三拍子さんも実は見に行ってまして、そう、もう今日はすごいてんこ盛りな一日でござんした。うん、そうだよ、ホイサーマングースこんばんは。チューチューチューチュルル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 ル、マジで編集しないとな。はい、編集する前に先告知しよう。3月の30日、NHK さんにてタイのドキュメンタリー、ゲゲプチさん世界のどこかで再デビュー、タイ×アイドルが放送されます。いよいよ残り1週間を切りました。どうしましょう皆さん。いやー、なんか早くオンエアが、早くオンエアが見たいんだけど、なんか終わっちゃうなっていうのが結構寂しくて、まだ見たくない気持ちもあります、素直に。タッキーこんばんは。いやー、素直にちょっと寂しいですね。なんか分かる、テレビ番組に載ったのは嬉しい。えで普通に私一人の個人の名前で、嘘、不純のファンの人も嬉しい、見てくれるのかなその方本当、代わりに見とくわ。それとともに、そうだよ、プレー級も始まってしまう。旧春到来ならぬ大春、大春っていうの、大春っていうのかな、なんかいい言葉欲しいね。確かにみんな見る、あ、本当言ってくれてた、嬉しい、言ってくれてたんだ、ありがとう、その素敵な報告を、ありがとう、不純のファンの皆さん、みんなって何人ぐらいだろう、その皆さんにも広めてもらいたい
ね、本当にいろんな方に見ていただきたいなと思ってます。そう、3月30日にオンエアなんですけど、いよいよ今日は、うん、わかった、スカイリッツこんばんは。いよいよ今日は番組ホームページも新たになってました。新しくねなっておりまして、変わってました。私の体仕様に変わってましたね、番組のホームページも。見てくれましたか、私 URL を載っけたんですけど、ちゃんと写真も載っかっていて、ラストアイドルの岡村真奈さんがあって2人以上でみんなだもんね、ありがとう、みんなだもんね、いいと思うよ、ありがとうね、どんぐり桜ありがとう。そうとか思いました。うん、ねえ、そうですね、私もどういう感性になっているのかまだわからないとこがあるんだけど、ちょっと読みますね。あのね、あれも嘘これも嘘っていうのも嘘なんで嘘。マロンシューティングスター、ありがとう。ねえ、どんな感じなんだろう、寂しいなこれ見るのが、うん、結構寂しいですね。崖っぷちさん、世界のどっかで再デビュー、起死回生の突撃旅に出発、果たして結果は。起死回生ってすごいね、そのワード。岡村だったね、危なかったね。そうだよ、全米泣いちゃうかも。日本では目が出ない崖っぷちさんが日本を飛び出し世界で再デビュー、元ラストアイドルの岡村真奈、過去26歳がチャンスを求めタイへ、予想外の展開へ夢をつかむか。この番組について、もう日本では芽が出ない、仕事がないと嘆く歌手や俳優、芸人やアイドルなど、そんな崖っぷちさんが世界に出て再デビューを目指す実体験ドキュメントバラエティ、果たして再デビューは成功するのか。3月30日総合テレビ、23時5分から23時49分まで、1分で伸びてたんですよ実は。え、起死回生、元ラストアイドル岡村真奈がタイで再デビューを目指す、予想外の展開、涙の理由はとのことです。ラオのタイムリー、わかりやすいな、杉本選手ね、ホームラン王みたいなことね、杉本選手の。わかる、ラストアイドルってワードが使われてるのが嬉しいですよ本当にね。そうということで、皆様ぜひぜひご覧ください、よろしくお願いします。うん、ラッチしてへん言うて、おもろいおもろいねんけどジャッジしてへん、あ、シンフォニーだ、ありがとう、画像送ってくれてたね、見た見た、ありがとう。いやー本当にね、パチパチもありがとう。そうそう、秘密、まあそんな感じで、明日じゃない、オンエアのホームページができましたので、まあこの1週間はさらにSNS といいますか、いろんな方面、 SNS だね主にね、いろんな方面でいろんな人に発信していけたらなと思います。毎日アイドル1781日ありがとうございますね。松村さんの送ってくれたやつはもうアンタッチャブルさんと岡村真奈が横に並んでましたからね。すごいことですよ。そうだね、本当だね、私も発信を頑張りたいと思います。うん、アイドルファンに向けて発信、ありがとう、助かります。うん、録画予備を、ありがとうね、すごい素敵な言葉、有栖川貼ってありがとう。そうだよ、
あの文章がテレビで見れます。ありがとう、本当にね。そうですよ、もとこんばんは。そうですね、本当この1週間はなんかいろんな方に見ていただきたいですね。あ、そういえばね、結構ね、なんかそうだね、かずちゃんこんばんは。うん、そこをなんとか一人見てくれ、オリファン洗脳してきゃでもまあ本当試合と被ってなくてよかったっていうのはありますよね。元ハートありがとう。そしてそれに伴いましてですね、4月の11日にお話し会があります、ぜひ番組の感想だったりですね、タイのお話だったり、まあ、今後どうするのとかそういうお話もできるかもなと思うので、ぜひ1対1でお話しできるなんかいい空間になったらいいなと思います。よろしくお願いします。待って、ちなみにあれ、どこの誰が、ちなみに20いいでしょ、これかわいいでしょ。それうん、かわいい、いいやろ。うん、あのあれ美人百科みたいでしょ。これ見て、これなんか1300円やで。うん、こんななんかブレザーみたいな、いいやろ、なんかいいね、いいでしょ。うん、もっとハートありがとう。そうそう、ハートもな、まだおまんきそうかわいい。時計とミネなんか同じ系の、うん、あれと思わへん。まあ春らしいな、ねえ、なんか授業参観みたい。授業参観、うん、あ、そう、うん、授業参観みたいな服、なんか宝塚と思ったけど、私は宝塚はもう思わへんわ。ちゃう、うん、ちょっとちゃうかも。まあまあいいんじゃないですか。はあ、嬉しいわ。もう明日でももう一個買おうかな。これ金色が出るような気がするのよ。おめでとうございます。あ、千尋さんや、金色やったら1600円。えいらんやろそんな。なんでくじ紅が、うん、でもその幸せの国の、うん、タイの何がフルーツとかで気にならへん。タイは微笑みの国やで。つのじいかも。それ書いてたね。でもその黄色はタイのなんとかフルーツみたいなやつのイメージのやつって、うんうんうん、あ、お母さんもマナティが全国ネットで放送ですよって言われてる。え、それやってた。配信してるよ。配信してるよ。決まってるやん。わけわからん話。言ってよ。そら配信してるやろ。ここにおる意味ないやん、別に配信してなかったら今な。だって普通に会話されるとソファーに寝転ぶおとんの気分やわ。ボーチェの付録のことです。ボーチェの付録で話してました。斉藤渚さんの話です。そう、タイコスメ、タイコスメ、タイコスメがなんかついてんねんな。あのどう言ったらいいの、付録 に、でそれをもう一冊買おうかなっていう話。3冊買いました。3冊3冊買うのやばい。全部で4冊や。やばいって、もうやめとき、ほんまに。なあ、さすがに買いすぎや。さすがに買いすぎですわ、言うて。入れたって、みんな。はい、言うてよ。おもろい。おもろい。何のコスメかね、わかんないんですよ、私。でも家帰ってきたらいっぱい置いてました、そのコスメ。お前、ショウゴかわいい、ありがとう。関西人ですよ。何の話してんねん言うて。面白いですね。ママも上行ったわ、ちゃんと。配信してなかったら私ここにおる意味ないからな、普通にな。ほんな編集しますか言うて。あんね、そうね、どのくらい、くも、うんうん、おかえりー、みやみやみや。そう、ここは配信スペースですよ。ここだって普段物置いてるもん、ここ。ほんまに。そう、まさかね、こんばんは。どうやったら、どうやったら
あの広まりますかね、見てくれる人、この1週間で。崖っぷちママティ、崖っぷちさん、なんかでも本当にすごい機会をいただいたなって、こう今でもすごく心から思いますね。切るから、ゆず太郎、オクトパス、カムサハムニだ。ななみこんばんは。日本ではやらないかな、日本でもやってみますか。あ、見てくださいっていうチラシ配り手に、やれることはやっとこう。制服着てライブを参戦中さん、こんにちは。タッツこんばんは。とりあえずそのコラボ動画に関してはマジで編集するわ。それに関してはもったいない、もはやね、今やらないと。せっかくさ一緒にやってくださったんだからね。で、あ、そういえばあのね、あれも嘘、これも嘘っていうのも嘘、なんて嘘、ないないない。ザキヤマさんとコラボはやばいな、うん、そうやねんな。あ、そうだね、どんちゃん、それはそうかも。秘密だらけで何が悪いのなんてね。何ですかね。寝ていて見れない人は放送を知る技術が。そう、それは本当その通りですね。やってるとひたすらと、え、どういうこと、どういうこと、すごいNHK さん、 NHK さんの番組をひたすら投稿するあのウォッチガールみたいな、テレ朝ウォッチガールみたいなイメージですか、うん、あ、それ確かに投稿するわ、マロイン。明日やろう。あとはやっぱコラボ配信して、コラボ動画を撮って、でもそこが一番早いというか、見てもらえる機会は多いのかなと思います。でも SNS はどんなもんですかね。いやー、なんかでもほんと寂しい。このオンエアしてもらうと、やっぱなんかこの1ヶ月間の余韻から冷めちゃうんだなみたいな感じがなんかしちゃって、寂しい。本当に本当になんか楽しかったんだよこの1ヶ月。そう、まあデビューできたかどうかはお楽しみにというところですけれどもそう、それはお楽しみにだけど、素直にね、うん、ん、ほんほんほんです。何ほんほんほん、あー、嘘じゃなくてって意味ね。ザキヤマさん、あ、違う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 、MC さんがアンタッチャブルさんで、そう、クールですよ皆さんそうそうそう、兄の奥さんに伝えとかなければ。ありがとう、本当にみんな本当にありがとう。今日ママが親戚に連絡してくれてたみたいで、私のね家族というか親戚で正直なかなか会わないんだけど、あ、あと今日ね、これ言っていいのかな、あと今日はあかねさんのマネージャーさんがタイ頑張りましたねって言ってくださって、応援を楽しみにしてますと言ってくださりました。本当にもう恐れ多いです。本当にいつもありがとうございます。ルー、なんて読むんだろう、ルーさん、シューティングスター、ありがとう。
そうやな、そうなんですよ。ありがとうございます。あれさん、こういうのちょっとご連絡先をちょっとわからないんだけど、なんかだから言った、そのタイに行った初日からこんにちは T シャツを着てパワーをいただいてましたって言って言いました。そうだから、で結構何度もあの T シャツを着たので、これはサワディーカーだよってタイのみんなにも教えましたって言いました。うん、そうだから、そこ多分こんにちは T シャツたくさん写ってると思いますって言いました。恐れ多いです、本当にいつもありがとうございます。見てくださってるって知らなかったから、その SNS とか嬉しいなって。あと三拍子さんにも今日お会いできなかったから、DM だけ送らせてもらって、面白かったですって送って、タイ頑張ったねって言ってくださいましたね。お前でアカネクラブでもアピールしてほしい。みんなお便りに送ってもらったら、もしかしたらもしかしたらだね、お便りに送ってもらったらもしかしたらです。ゆなみ超久しぶりじゃない？あ、違うわ、はたとコラボ配信するよ今度。ジェフさんこんばんは。そうまあなので、あ、なんか千尋さんレベル上がってるやん、おもろい。レベル6なってんの強い。あのね、あれも嘘これも嘘、まあそんな感じで皆さんたくさん広、もうここまで来たらたくさん広まりますようにというお願いをするということしかできないからね。うん、そうですね、ぜひぜひ。うん、そうね、だからラジオ、霜降りさんのラジオでさ読んでもらいたいんだけどさ、マナが送ろうか、もはやもう。と決めてみる。嬉しいね、ありがとう、見てくれるの。え、あのさ、みんなに広めてもらえない、ゆのみちゃんのさ拡散力お借りしたい。ゆのみちゃんのお力をお借りしたい。ありがとう。あ、そうなの、朝ドラにね、そうよく分かってんじゃん。そう、朝ドラにつながるといいなって正直そう思ってました。そう、よく分かってるね、私の脳を。そうです NHK さんだからね、どこの方が見てくださってるか分からないので。そうなのよ、そう、本当にそうなのよ、まさに。うん、それか粗品さんの YouTube ライブで2客すれば。ワオが2客するんですか。そうか、うん、いや本人の投稿どうだろうね、やってみる。え、霜降り明星さんのラジオってどういうシステムだっけ、ハッシュタグで送る系。え、どういうさ文章がおもろいか、じゃあ一緒に考えて。オールナイトニッポン。タッキーこんばんは、みやみやみやお団子ありがとう。金曜日やもんな、オンエアはな。メール、あ、メールはもう普通にメールなんや。あれ、お便りというか募集してないの、これや、コーナー、ハッシュタグで募集してんの、これで何で、あ、すべてのメールはこれか。うん、拡散丸、うわ、心強い、ありがとう、心強い、本当に。ゆうなシューティングスターありがとう。みやびさんこんばんは、ハートもありがとう。うん、ショートの名手、はあ、はあ、は1位よね、こういう僕、有名人と絡んでる様子を送ってください。ああ、そういう意味か、登場しない交流でも OK です。霜降り交友録送るならこれちゃん。うん、ボケとツッコミをワンセットにして送ってください。やろう、ピリオドチャンピオン。でもさ、これ送って迷惑じゃないかなとか考えるのが多分日本っぽいんだろうね。なんかそうそう、もうタイの人って本当にのびのびと広々としてはったから
伸び伸び広々してはったから、なんかほんまにあんま何も考えてはらへんかったのね。霜降り交友録、霜降り明星がさまざまな芸能人有名人と絡んでる様子を送ってください。霜降り明星さんが、そう、そもそもね、そもそも霜降り明星さんはラストアイドルっていう私がいていた番組の公式お兄ちゃんをずっとやってくださっていて、もうほんとコンサートも一緒に踊ったりとか、あ、一緒にミュージックビデオ、あ、一緒に1曲あって、曲がそのミュージックビデオとかもね一緒にやらせていただいてて、霜降り明星さんのラジオでも何度か私のお話をしていただいたりとかもしてるんですけど、何言う天智さん、お疲れ様です。はじめまして、岡村真奈です。え、どういうのがいいかな。え、これはもうなんかタイでまんま書くの良くないの。タイでラストアイドルと気になってることやっちゃうのがタイだよ。え、タイでラストアイドルと一緒に絡んでる様子を送ってくださいでしょ。え、なんかそういうことだよね多分。でこの状況がだってもう結構おもろいもんなタイでラストアイドルと一緒にホームステイしてタイ語で投稿しようホームステイしてデビューを目指す粗品さん白い惑星さん、こんばんは。怒られるかな。逆に身内やからさ、なんかあれやけどね。さっき言ってたあかねさんはラストアイドルの振付師さんなんですけど、そう、あかねさんにずっともう師匠のような形で私育ててくださった素敵なダンスの先生で、今アバンギャルディさんという、グループをプロデュースなさってるんですけど、すごくそれこそ本当世界で、もともとは高校のダンス部の先生だったんだけど、もう本当今はもう本当世界で活躍されてる方だから、そのまま言ったグローバルですねってマネージャーさんにも言った。そのまま本当にすごいなと思ってお見かけしておりますって言ったら、タイに行ってるじゃないですかってそれなっちってどうしようかな。もうちょっと面白いのない、みんな。あのあかねさんにずっとお世話になってて、あのあかねさんに、わかる？あのあかねさん、タイにいてもわかりますか？あ、そうそう、私さ、M ステで粗品ポーズして、粗品さんがもうマナー岡村ひいきしますみたいなくだりがあったんやな、昔なそう、 M ステでちゃんと変顔して、そうそう、富岡高校ダンス部顧問のあかねさんです。そう、あのあかねさんがのマネージャーさんが今も気にかけてくださってるみたいで、そう、タイ頑張りましたねってすいません、なんか本当にいろいろありましたよってお前で。懐かしい粗品さん、霜降り明星がさまざまな芸能人有名人と絡んでる様子。でも面白くないんだよな、それって身内ネタやんな結構。まあいいか。あ、なんかもっとさ全部詰め込んでみる。あー、だからドキュメンタリー、あ、ありがとう、ともりさん。あなたの国旗はどこそれ、あなたの国旗はどこですか。あ、 T さんのファンの方、今日 T 岡田選手出たね、嬉しかったね、イエーイ、こんばんは。せいやさんが、待ってどうしようかな、あ、本当に、そう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 、そう、よくそうテレビ出てらっしゃって、そうそう、正解正解、あ、そうなの、そうなの、そう、よくテレビ出てらっしゃって、結構スパルタの先生、何をやってんねんほんまっていう、あの先生に結構あかねさんとは結構物語がねあるんだよね。そう、結構物語がある、同じ関西出身であかねさんもねっていうのもあって、すごいあかねさんには本当によくしていただいて、私はアンダーっていう、そのいわゆるなんか立ち位置も後ろの方だったんですけど、そんな中でねわざわざ本当52人いたら52番ぐらいのね、デビュー当時は立ち位置だったんですけど、あかねさんがダンスリーダーに、そんな私をだよ選んでくれて、見つけてくださって、
ね、トシハタありがとう。もうそれでもいきなりね、ありがたいことにあのダンスリーダーになって、2期生ってその後輩の立場だったんだけど、ながら最年長でもない中でいきなりね、あの仕切り出して仕切り出して、あそうだね、セレッソの振り付けもそうですね。クーランさんこんばんは。まあ、仕切らせていただく立場を担わせていただいて、ねえ本当にねすごい。でそのあかねさんのおかげでその楽曲は、うん、その楽曲で初めてその選抜メンバーというか、あのいい一列目で踊らせてもらえて、本当その一個前までの楽曲は本当に一番後ろの列の端にいたんですけど、もうあかねさんのがリーダーに指名してくださって、私もできないながらにも一生懸命やってたら初選抜させていただけて、まあその後もずっと選抜に入らせてもらえるきっかけになったのがあかねさんだよね。本当にね、もうすごくすごく結構びっくりだったもんね、あの時。え2期がみたいな、2期のくせにじゃないけど、なんかそういうね感じがあった中でよく見つけてくれたなって今でも思います。本当に結構本当あの私のアイドル人生を変えてくれたのはあかねさんなので、もう後にも先にも本当にあかねさんがいなかったら、そうそう、みんな最近よく話すけど、あのトラネコももこんばんは、あの時シンクロ企画になってたらみんなよく最近話すけどね、あの時シンクロ企画になってた私は多分ラスアイで選抜入ってないので、よしこんばんは。そうだ、まあだからこそいっぱい怒られたんだよね、あかねさんにはねだからこそあかねさんにはかなりスパルタにご指導いただいたなと未だに思いますけど、めっちゃねめっちゃ怒られてるからな、ほんまめっちゃ怒られてるけどめっちゃ助けてくれたね、あかねさんは最後まで。そう、あがねさんにはよく関西人やのに面白くないと怒られたりもしてましたね喋りでも怒られ関係あれへん、いよいよもうダンス関係あれへんけど、しょっちゅう怒られてましたけど、懐かしいよね本当にね、全部青春だよね本当に懐かしいですね。そうだね、そうです、そうです。どうする、霜降り交友録全部詰め込めないかな。タイで何かでもさ「と言いますのも」みたいなんでさ、うまいこと自分の告知につなげてったらおもろくないかな。タイでヒロこんばんは、霜降り明星さんとラストアイドルがタイでホームステイを1ヶ月して、なんかさあの番組の告知の書き方うまかったよね。どういうで最初なんかボリュートダンスを踊る1ヶ月を過ごすみたいななんて書いてたっけ。ああそうかそうか、元ラストの岡村真奈がやっと掴んだ、あしかし去年グループが解散し、春の霜降り甲子園2024らしいとか。おお。とは。え。どういうこと、どういうこと。とは。とは、てか、あなたオタクになったんでしょう。とくとこんばんは。え、どういうこと。こういう録じゃないんですか。普通にさもうメールに送るのもありやけどな、この企画とか通さずに、うん、番組の企画が、何でもさ一緒に始球式も投げたしさ、霜降りさんそれどこで見たん。 ANN か、人気ですからね。でもねラジオどこに書いてんの。
ほんまや。大会の詳細は後ほど改めてアップします。一回待っとこ。じゃあこの詳細、この詳細待っとこ。で私は編集します。マジでとりあえず編集しますよ。そうなので普通の配信は、今井さんこんばんは。そうそうそう、普通の配信はここで終わります。そう、普通の配信はここで終わるので、ここからは作業用といいますか、皆さんが何かしながら見てもらえたらいいなという感覚でいきましょうか。うん、そうですね、今からはさきちゃんとの動画を編集しようかな。さきちゃんとの動画ね、めちゃくちゃお話ししてくださったおかげで、めちゃめちゃ長いんですよね。結構本当に髪の毛伸びたな、マナ。今日でも久しぶりにちーちゃんとカレンタンにもタイのお土産をお渡しすることができまして、ほらめっちゃ髪伸びた、見てこれいつのな。じゃあ髪伸びたな。この服どこ行ったんやろな、ほんで、あ、そうなの？え、一緒の、一緒なの？一緒の時間にすんの？心と。わかる、一番短い時かも。これこそトレインの時かも。あ、これ噂の刀使った曲ですよ。この時も良かったけどね。この時もそれなりに漏れてるけどな。短いな。結構本当にね、全部残ってますよ。この辺も、この辺も全部残ってます。お誕生日みんながくれたやつとかもね。ただ今は、今はそこではありません。さきちゃんとの動画を、何人もの衣装でもね、首がさ、私首が短いからな。わかる、まあもね、そうなの。ああ、じゃあ時間かぶらないなら全然あれだけどね。会場が遠いのかな。うん、ああ、ニーハイブーツあったな。重たかったね、そういえば。あったな、確かに。懐かしいな。これちーちゃんと去年も29日見に行ったやつです。
声がさきちゃん、うん、強制だ。あ、わかった、おやすみ、買ってきたよ、明日はファンディナーかー。懐かしいね、懐かしい、これ M ステね。パッパッパッパーパッパッパッパー、それこそせいやさんと一緒に出た M ステ。やばい、ちょっとほんとこんなことがしたい時間じゃないんですよ。さきちゃんとの写真探します。この辺も残ってる、みんながオムライス食べてくれた写真とかも残ってます。結構ちゃんと残ってるもんですよ、ちゃんと残しております。すごい、これ川上さんと3年前も一緒に野球見に行ってますよって。ある、箱ティッシュは使えないよ。マジで箱ティッシュは多分まだ一生使えへんと思う、正直。そのぐらいなんか、価値があるというかね。 M ステティッシュは本当に使えないと思います。どっちが好き？これみんな分け、おでこ分けてんのとさ、パッツンと。マナはやっぱパッツンの方がなんか自分っぽいかなと思ったんですけどね。もう予定立ててるし。え？そうなの？え？そうなんですか？片方しか。そうなんだ。え、もう予定立ててるの？どっちも好きと言ってくれたら嬉しい。今の方が好きね。まあ好みの問題だよな。でも単純に誰さんは本当いつもありがたい。ないね。ケイスケこんばんは。どこにあるやろマジで。困るな。さきちゃん、さきちゃん、さきちゃん、どのあたりでやったかな、タイミングが。どうぞ。夏希こんばんは。驚いてたね、めちゃくちゃ。そうだから色落ちしないように、てか色落ちしても綺麗な落ち方になる色でしました。独特のセンスが誰とも比較できない。街でみんなに話しててもなんでそんなに面白い
逆を言うの。オファーを渚ささいかは。どうしよう。ない。さきちゃんと撮った動画が。違う、どの日だっけ、マジで。ちょっともう1ヶ月もいるとね、うん、パンパンは何ささやかは、波のビーチもなんだか胸がキュンとする、目と目があって、微笑まれてもどうか、ポンポンポン。なぎさ在庫を当然実す、好きだったしか言えないの、何もできずに見とれてる僕なんだ、どうしてくれる。ネイスサイト、あれどこにあるかな、マジで、うん、ツルツルヌヌツツルヌヌヌヌちょっと動画探しがなかなか見つかりません。妹に毎日削除されるので、くーはるさん、こんばんは。困ったもんだぜ。そうなんですよ、困ったもん。いや、それはないんだけど、素材紛失はないんだけど、
それと違って思い込んでる。おおお。もう困るな本当に。あ、来た、あった、見つけた。見つけました。As me is done. でも1時33分なのか。どうしよう、もう言っても2時になっちゃうなんて信じたくない現実すぎる。信じたくない。わらびもっちだ。信じたくない現実すぎるから、30分だけ頑張ろうかな。じゃあ、あり。でも今日はマジで遊んでしかいないのだが、やりましょう。とりあえずでもこれ読み込みになんか時間かかりそうだな。長いからこの動画が分けた方がいいよね。でも意外とパッていけた。
野球めっちゃ楽しかったってか久しぶりにオープン戦をねわらび餅あなたもありがとう見に行ったから羨ましいな。竹久さんこんばんは。うくもさんかなこんばんは。うくも合ってる。やばい、あと20分どうしよう悩んできちゃう。でも編集しないと。でも明日はね何の予定もないので、明日はみんな今このさまだこうぼーっとしてる時間でみんな何しているの。明日は何もないから明日頑張ろうと思えば全然頑張れるんですよね。どうしようかな。準備しながら見て、ゲームしながら見ないかと思って割とぼーっと見てる、うん、ああそうだったんだ。ゲームとかするタイプだった。みんななんだかんだながらで見てくれてるのか。まだちょっと今安心するな。それなんかもしすごく配信見ようというモチベーションでね見てくださってたらさ、なんかちょっとあれじゃん。でも昨日イズリナちゃんのとりあえず動画が完成したから、でさきちゃん寝落ちするよそら。もうみんなお疲れじゃん。だってね今読み込み中。ちょっと待ってくださいね。うん、おサディコラルリバニサシさんN164 こんばんは。しかもみんなこの夜遅い時間なのにさ、本当にありがとう。読み込み 0%1。 いやこれやっぱ読み込みだけで時間かかりそう。悪行とか言ってやらないんでしょこれどうせね。でも明日オフだもんね。終わろっか。せっかくこんな今日は顔も整ってお化粧もしてるのに終わります。本当ごめんね、気楽にそんな付き合ってもらっちゃってさ。明日は明日でね、明日はコラボ配信するかもしれない。
まだ誰とは言わないよ。いろんな人に連絡しておる私は。こういう部屋もある。終わろうすまん。素材を探すのに時間がかかってしまって、今読み込みも 2%。 読み込みだけ今日中にするわ。 OK、 読み込みだけ今日中にして、ごめんこっちの話ね。で明日頑張って編集するね。ありがとう、ありがとうね。そうコラボ配信で編集は失礼コラボ配信はおもろいな。いやでも編集配信するかは分からんけど、編集してるかも、配信せずにどうにかして。あのこれはちょっと急ぎだからね、ちょっと早くやらなきゃ。普通にでも早くも眠たいもん、ね、みんな今日もお疲れ様。はい寝よう、土曜日だしね。じゃあ寝ましょうかね。さあランキング読むよ。よいしょ、編集頑張ろう。ありがとう、こんなダラダラしてるのに見てくださってた、ありがとうございます。ママももう寝ました。全然、いやありがとうございます。こんばんは。なんか本当にさ、でもすごく嬉しくて、いろんな方が楽しみだよって言ってくださることとか嬉しい。タイではどうやって見れるかね聞いたの。 NHK オンデマンドっていう、でもお金かかっちゃうみたいで、1ヶ月だけやったらただやねんけど、 NHK オンデマンドか、もう一個似てるね、 NHK なんやらっていうのがあって、であとは NHK ワールドっていうのがあって、 NHK ワールドだとまだ日程は決まってないけど、タイでもタダで見てもらえるっておっしゃってました。だから NHK ワールドの日程確定してちゃんと見ていただく形がいいのですか。私の鼻菌なのでもう一本ビール飲んで寝ます。お疲れ様ー、えらいよー。あ、そう NHK ワールドでやるって、タイに向けて発信おじさんが言ってた。うん、プレミアムってチャンネルがタイで見れるはず。そうだから、それは見よう、絶対かわいい尊い。そうだから NHK ワールドプレミアムっていうのの、でも放送日は決まってないって言ってた。そう言ってた、それがちょっとわかんないまだに音絶対呼ばれへんやつ裏で言う、あの裏で言うあだ名のやつかわいそうで読み込まれへん、くそ。ちょっと待って、なんかどっかないかな。あ、この携帯で撮る、うん、本人に向かって言われへんやつな、これ。本人に向かって言われへんやつ。そう、はい、チーズ送ってあげるわいじってないよ、いじってない。タイに向けて発信していますやから、ちゃんと。でも今この1週間は日本に向けて発信しないといけません。この1週間はね、この1週間は日本に向けて発信するので、そう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 おもろいおもろいに、そう、この1週間は日本に向けて発信しないといけないので、そうそうそう、ちゃんとな。全然いじってるとかじゃないんですよ、本当に。もうね、大変でした本当。この辺もね、そう、この辺も今でこそいじれるけど、本当に今でこそですよね。うん、本当ですよ、本当にもう大変でしたよ。うん、本当に懐かしいな、本当。うん、旧範囲の日本に向けそう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 、旧範囲だから日本に向けた発信だったので。マースこんばんは。あ、そうなの、お誕生日おめでとう。23日か、おめでとう、あっくん、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥユー、おめでとう。良い一年にしてください。よかった、この時間まで配信してて、おめでとう。おめおめほほほふ
そう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 。眉。そうそう、マレーシアね。ありがとうございます。さあランキング見ますよ。さすがにやばい、読み込み 12% しか進んでおらぬ。にんにん、13位、正吾。あり正吾ありがとう。待って待って、お名前見たいんだけど、あ、こっち読めないのか、なんて書いてんだろう名前。13位、こっちリーまでしか読めない。ありがとう正吾、あり正吾です。あの清原さんと真島さんのラジオ楽しみだね。ジュニルイ、ありがとう。ルイルイ、こんな感じでルイ漢字をイメージしてます。11位わらびもっち、ありがもっち、ありがとう。10位がヴァンパイア、ありヴァンパイア、ありがとう。9位アリス川、ありアリス川、ありがとう。8位はゴドネ、おやすみなさいバンディーノか、ありがとう。7位は M、 おーっと変わっちゃった、今変わったね。13位ルイ、12位わらびもっち、11位ヴァンパイア、10位アリス川、一緒じゃん。9位、あれ一緒じゃないか、メンツ一緒だよね、呼ばれてない人。9位ゴノレでしょ。8位 MT はもともとモートさん、ありがとう。7位が松村さん、あり松村、ありがとう。6位は上から読んでも下から読んでもロンロさん、ありがとう。5位はドロドロドーンチョン、ありがとう。いやマロイヌ、ありマロイヌ、ありがとう。3位はとも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 、ありがとう。2位は高弘月弘双子ちゃん、ありがとう。そして流行る大一生先輩がずんだら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 パン、みやみやみややねん、ありがとう、やねんでした。ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。ロンロお団子ありがとうね、皆さんありがとう。そしてロンロ花、お花桜もありがとうね。そして本日のハッピーラッキーラッキーパーソナリティーショッキングピンク人間さんは、あ、みやびさんだ、あれみやび、ありがとう。あれみやびさん、ありがとう。はい、ということで皆さん本日もありがとうございました。3月30日あともうやばい、1週間後の今にはもう終わってますからね。 NHK さんにて23時から、多分泣くと思う、まだもう一回見たら、もう一回見たらもう一回泣くと思います。23時から、タイのドキュメンタリー、崖っぷちさん世界のどこかで再デビューが放送されます。ぜひご覧ください。もう言うことはないね、1ヶ月間のドキュメンタリー番組です。そしてその後、4月の11日にお話し会があります。ただいまも受付中です。皆さんぜひ、1対1で世界のどこからでもお話しできます。日本のどこからでも世界のどこからでもお話しできる、そんな会になっておりますので、ぜひ皆さんね、分かる何が使われてるか、そう私も分かんないから、あ、読み込めた、やっとちょっと楽しみだなと思います。そう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 。そして、その後はもう入らないよ、おじさんもいるからみんないい人だからのおじさんもいるからねみんないい人だからおじさんもいる、そう、これ裏で読んでるなんかさ悪口みたいになるやんこれそう、4月の11日はズームお話し会でしょ。で、4月の、あ、そう、末に大阪でイベントができるかもなのと、5月の、中旬よりの前半にタイじゃない日本、あ、東京でイベントができるかもの感じで今進んでおりますので、はい、ぜひお楽しみに。そう、本人の前でも言ったから悪口じゃないまだですよ、これどっちも本人の前で言ってるもんな。タイに向けて発信しましょう、もうちゃんと本人の前で言ってるし、そうそうそう、全然全然悪口じゃないですよ、本当に任せてください。あとあれだよね、ちゃんとあ、そう、舞台4月の24日から28日まで浅草で舞台がありますので、ぜひ関東にお住まいの皆さん遊びに来てください。そっちのセリフもそろそろ覚え出さないと、いろいろ迫ってますけれども、おー、とりあえず私は編集しますよ、マジで。はい、このね、タイのせっかくのね、ほんと世界どこにいても見てもらえるそんなこともうないのでね、本当に本当に
この機会を存分に活かせるようにといいますか、いろんな方に広まるといいなと思いながら今日も寝たいと思います。ということで、Twitter、インスタ、YouTube、TikTok 見てください。じゃあありがとうございました。バイバーイ。またね、ファンディーナカ、ファンディーナカです。おやすみなさい。まだね、バイバーイ。今日も夜遅くまでありがとう。本当にタイはもうすぐ12時ですね。みんないっぱい寝てね。よいお年を。おやすみ、バイバーイ。おやすみなさい。今日もありがとう、バイバーイ。ありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。 See you.